皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はですね、ちょっといつもとですねアングルを変えてみました。そしてカメラの感度とか照明の位置とかも変えまして、なんかねシャレオツに撮りたいなと思っていろいろ試行錯誤している段階でございます。まあ、僕自身がもっとシャレオツにならないといけないんですけども、できるだけ動画でシャレオツになりたいと思ってちょっとやっております。で、今日はですね簡単なシリーズやっていきましょう。こっち側にスペース上げてね、こういろいろ出せるようにしてますから。今日はリクエストいただきました簡単なシリーズやっていきましょう。ということで今日やる曲なんですけども、こちらです。せーの、ポン。藤川千愛さんの化け物と呼ばれて、それの、まあ、簡単バージョン、簡単な化け物と呼ばれてっていうところを、という曲をお届けしていきたいなと思います。この曲なんですけれども、テレビアニメ無能なナナ、それの無能なナナのエンディングテーマになっております。2020年の10月30日に発売された曲です。今から半年ほど前の曲でしょうか。こちらを今日はやっていきたいなと思います。で、この曲なんですけれども結構難しいですね。テンポも速くて、曲も長め、そしてセクションごとにフレーズも変わったりと、非常に要素としても難しいかなと思っております。ただできるだけですね分かりやすく解説したので、まあ、楽しみながらチャレンジしてみてください。まず最初にいつも通り私のデモ演奏、そこにポイントをつけておきますので、概要欄のリンクの方から気になるポイントがあったら飛んでチェックしてみてください。で、解説なんですけども今日全部で10個です。多いですね。もりもりもり解説10個あります。長めの尺ですけども頑張ってやっていきましょう。まあ、解説が10個だったので、できるだけこう喋りのテンポもよくサクサクサクと進めるように動画の方を撮影してみました。ということでですね、まずは私のデモ演奏の方からいってみましょう。どうぞ。
はい、私のデモ演奏いかがでしたでしょうか。では次、解説10個です。たくさんありますけども頑張っていきましょう。どうぞ。それでは1個目のポイントからやっていきたいなと思います。1個目のポイントなんですけれども、 A の1の2段目ですね。左手カツカツクロススティックのパターン、クロススティックが出てくるパターンですね。ここをやっていきましょう。でまずクロススティックの打ち方なんですけども、クロススティック前回の曲でも説明しております。前回のシトラスですね、そちらでも説明しているんですけども、改めてやっていきましょう。クロススティックなんですけども、通常はスティックをこのように逆にですね、スティックのチップ側をこっち側にして、グリップエンド側をこっち側にしてね、逆に持った方が綺麗な音が出るんですけども、この曲では、ここだけかな、ここでしか使わないっていうことと、あと持ち替えがね、せわしくなっちゃうので、いつもの持ち方のままいきます。でこのグリップエンドをこのスネアのフープからだいたい 3、4センチぐらいのところに立てて、でそのまま手のひらのここの部分と一緒にスネアにつけて寝かせます。で時計でいう2時ぐらいのところを狙って打ちましょう。このような形ですね。そうするとカツカツカツという音が出ます。でこれはまあ電子ドラムで今日やってるんですけども、実際のスネアだとスティックを置く場所、打つ場所によって音が変わるので、いろいろな場所に置いてどこがねこう綺麗な音が出るか試してみてください。で、左手このクロススティックで進めていきます。で右手と右足は基本的に四分音符 1、2、3、4、これで進んでいきまして、まず1小節目は4拍目の裏に左手が 1、2、3、4というタイミングで左手入ります。 1、2、3、4、 こうです。左手は、右手右足の後ですね、一緒になってしまわないように注意しましょう。で2小節目なんですけども、2小節目は2回左手打ちます。まず3拍目 2、2、3で打ちます。 2、2、3、 そしたら1小節目と同じ4拍目の裏2、2、3、4、こうです。2小節続けると1、2、3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、カウントなしでやってみます。1、2、3、4、このような形です。最初がまず4拍目の裏ですね。1、2、3、4で入れる。で2小節目は3拍目の頭と4拍目の裏2、2、3、4という2箇所で入れる。合計3箇所、2小節で3箇所入ります。かつあとここですね、左手のクロススティック綺麗な音で鳴らせるようにしてください。でもしこれができるようになってきたら、あとクラッシュも入れなくちゃいけないので、最初クラッシュからこのような形ですね。クラッシュからの入りも練習してみてください。では、二つ目のポイントです。二つ目のポイント。その後 B で使うリズムパターン。このリズムパターンなんですけども、曲中あともう一回かな。A の2あたりでも出てきます。A の2と、あと、あれか、C あたりでもちょこっと出てきます。やっていきましょう。ドッツパッツ、ドットパッツ。で、ここ、ハイハット開いてやるんですけども、解説では閉じて解説します。で、ここまず注意しなくちゃいけないのが、スネアが3拍目に来るということです。ドッツパッツ、ドットパッツで2小節分になります。この曲の場合は。ここで2小節です。その小節の進め方は注意してください。じゃあ、まず1小節目。右手右足から、最初ドッ。で、次右手。で、両手。で、右手。ドッ。
ドッツバッツ、こうなります。で、2小節目は最初右手右足が2回続いてドッと、で次両手から右手です。2小節続けると1、2、3、4、ドッツバッツ、ドッドバッツ。というような形になります。で、実際のカウントはドッツバッツで、4拍分なので1、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、2、2、3、4、というふうに進んでいきます。このカウント間違いないようにしてください。足は、1小節目1箇所、2小節目2箇所入りますので、どこの右手と、ね、同じタイミングで入るのかっていうこと、そこをしっかり確認しながらここの2番やってもらいたいなと思います。では次、3つ目のポイントいきましょう。3つ目のポイント、底の段の7、8小節目です。ここやっていきましょう。で、7小節目はさっきのポイント2の1小節目と同じ、ドッツバッツ、同じですね。で、次の小節8小節目なんですけれども、最初の2打は一緒です。ここ一緒。そしたら次、左手だけから右手右足、3拍目の表に左手を入れて3拍目の裏に右手右足、1、2、3、4、1、2、3、4、ここは左手だけ、そこから右手右足が同時になりますのでね、あの左手と一緒に右足踏んでしまわないように、あくまで左手のところは左手だけです。こういう順番です。で、実際はハイハットを開いて、このような感じですね。1、2、3、4、2、2、3、4という風になってます。2小節目の2拍目まではさっきのポイントの2と一緒で、で最後3拍目だけ3、左手からの右手右足3で入れなくちゃいけないというところですね。そこの部分注意してここ取り組んでみましょう。では次、4つ目のポイントいきたいなと思います。4つ目、そのポイント3の続きの2小節のリズムパターンです。で、ここなんとなく、ポイント1に似てますね。ポイント1に似てます。ここでは左手通常のスネアのショットでいきます。で、ここなんですけども、最初クラッシュから、右手右足、ハイハットで合計4拍ですね。クラッシュも含めて。そしたらポイント1の1小節目と同じように4拍目の裏に左手、1、2、3、4、1、左手が入ります。で、2小節目は今度は4拍目だけです。4拍目の表に左手入ります。1、2、3、4、1、2、3、4、続けると1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、カウントなしでやってみます。1、2、3、4、というような形になっています。ここは右手右足は基本的にずっと四分音符で一緒なので、左手がどこのタイミングで入るか、1小節目は4拍目の裏 1、2、3、4、2小節目は4拍目の表 2、2、3、4、2小節続けると1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、というタイミングになります。ここは左手入れるタイミングですね。1番と似てるようでちょっと違うので注意して取り組みましょう。それでは5個目のポイントいきたいなと思います。5個目のポイントですね。5個目のポイントはそこのセクションの最後 B の最後のフィルイン、ドゥギドゥギドゥンドゥギドゥギドゥンタカタカタ2、3、ドゥッっていうところやっていきます。ここやっていきましょう。そうですね。ここやっていきましょう。で、ここなんですけれども、最初ここのタムで16分音符、タカタカ、右左でいきましょう。そしたら足を踏みます。タカタカと。そしたら手を隣に持ってって、ここでもタカタカと。で、最後はじゃない。そしたらスネアに持っていって、ここはタカタカタン。
タカタカドッタカタカドッタカタカタンで拍に乗せるとタカタカドッタカタカドッタカタカタンとなります。1、2、3、4。もう一回やってみます。1、2、3、4。で最後のタカタカタンがこれが2小節目の1拍目のタンになって1、2、3、最後スネアとフラタムで4、全部続けると1、2、3、4、2、3という形です。ここなんですけれども、もうとにかく速い手が、これぐらいになりますかね。結構早いので、まずはゆっくりしっかりタカタカドン、これをきれいにできるようにしましょう。ごちゃっとなってしまわないように、こうごちゃっとなってしまわないように一打ずつきれいに、まずはゆっくりでいいのでタカタカドンテグテグドンタカタカタンとできるようにですね、ここの部分注意してみてください。で前のダンダタタタタタからの流れも練習してあげるといいと思います。前がこれなので、ここから入っていくの意外と難しいんですよ。ダタタタからこれに入るの意外と難しいので、そこの流れもですね注意してここを取り組んでみましょう。では次6個目のポイントいきます。6個目、この曲のサビであったりいろんな部分で使われるパターン、タトと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 タトタトやっていきます。でここなんですけども、まず、リズムですね。リズムの土台、これいろんなところで使われるリズムなので覚えておくといいです。8分音符を2小節合計16個になるんですけども、それを3つ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 2つ2つに分けます。タツツ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 タツタツ、よくある割り方ですね。これを覚えておくと便利です。でこれなんですけども、そのアクセント、タツツ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 タツタツの部分をスネアとクラッシュ、ここでやってタで間を足で埋めます。タットットでこれをやってタットット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 、最後だけタットタット2個ずつですね。カウントをつけると1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4となります。ここなんですけれども、今みたいにカウントをつけてできるといいんですけれども、まあ、最初はこの音でタットット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 タットタットっていう風に覚えていくといいと思います。それからのですね、言葉ですね。この前6連符をキノコなめこでやったので、ちょっとここもキノコなめこを使おうかなと思います。キノコなめこ、キノコなめこ、食べたいっていう感じですね。キノコなめこ、キノコなめこ、食べたい。キノコなめこ、キノコなめこ、食べたい。っていう形です。どうですか？覚えやすいんじゃないですか？キノコなめこ、キノコなめこ、食べたいと。ただね、演奏中に大きな声でそれは言わないようにしてください。あのドラマーはライブ中キノコなめこが食べたかったのかっていう話になっちゃうので、心の中でキノコなめこキノコなめこと歌いながら、練習の時ですね、練習の時はキノコなめこと言いながらやってみてください。ここはまずその割り方、3、3、3、3、2、2、キノコなめこキノコなめこ食べたいというリズムの割り方2小節ですね。それを理解してもらって、そのアクセントのところを両手で捉える、で間を足で埋めるという形でね、でやってもらえればなと思います。では次7個目のポイントいきましょう。7個目ですね、そこの、8小節目です。7、8小節目で、7小節目はさっきの1小節目、タトとタトとタトまで一緒です。ですね、キノコなめこキノまで一緒です。キノコなめこキノで、まあ、実際次の小節コまで一緒なんですね。キノコなめこキノコの足まで、キノコなめこキノコ、そしたら次なめこいきませんなめこいきません、すいません、なめこ先生すいません、なめこいきません、キノコなめこキノコパーン、どうやって覚えたらいいかな。キノコなめこキノコパーン、食べたいよって感じですね。今度はキノコなめこキノコパーン、食べたいよ
なんかあのナメコがパーンってキノコ破裂して食べたいよ。キノコナメコキノコパーン食べたいよ。という形です。あの楽器の音で歌うとパッとッとパッとッとパッとッとパーンタカタカと、そこちょっと間を空けて2拍目で両手を打つっていうことですね。2小節目パッとッとパッとッとパッとッとパーン、ここはの我慢してください。さっきのポイント6だとパッとッとパッとッとパッとッとパーンって言ってたんですけど、ここはパッとッとパッとッとパッとッとパーンってなりますので、ここをしっかり我慢して、キノコナメコキノコパーン食べたいよっていう形で、ですね、ここの部分やっていきましょう。6番と似てるんですけどちょっと違います。で、曲の早い曲の中でやるとどうしてもね、こう勢いでパッとパッとパッとパーンって打ちたくなっちゃうんですけど、そこを我慢してドッパン、2拍目に両手を落とせればここは大丈夫ですので、この2拍目のとこですね、注意して取り組みましょう。では8個目のポイントいきたいなと思います。8個目のポイント、その続きのリズムパターン、ドッパッドッとパで、ここもハイハット閉じて解説します。楽器の方でやるとこんな感じです。右手四分音符でこうですね。じゃあ一拍ずつ見ていきましょう。まず1個目、右手と右足1、次右手左手両手2で、次3拍目が大きなポイントです。右手1打に対して右足2打、いろんな動画で、言ってきてますけども、ここつられてオーってならないように注意してください。右手1打に対して右足2打です。これいろんな曲で使うので、この動きはしっかりできるようにしておくといいです。右手1打に対して右足2打、意外とこれ難しいです。で、最後4拍目両手ゆっくりつなげると、こういう風になるんですね。1、2拍目、4拍目は問題ないと思うので、3拍目のこれだけですね。とにかくこの右手1打に対して右足2打っていうところだけ、ここはしっかり練習してあげれば大丈夫だと思います。つられて、アウってならないように注意してみてください。では9個目のポイントいってみましょうか。9個目ですね。A の2で使うパターン、ドツパツ、ドツパツ。っていうパターンです。最近いろんな曲で使われますね、このパターンね。これやっていきましょう。で、これなんですけれども、意外とこのハイハットの裏打ち、これが難しかったりします。ドッツパッツドッツパッツですね。じゃあゆっくりやっていきましょう。で、僕のこれのおすすめの、あの身につけ方なんですけども、身につけ方はまず、まあ、ハイハットとか考えず全部手はここでやってあげるといいと思います。で、まずやりたいのが、足を一拍目に踏んで、足からの手で右左右、足右左右です。足右左右、足右左右、まずはこれをできるようにしてください。で、これができるようになったら、その左手を打ったところでも右足を踏みます。足右、ここです。足右左右、こうですね。で、左手と右足同時、これ結構難しいです。しっかり揃えていきましょう。足右左右、足右左右、こうですね。で、これができちゃったら、あと右手をここに持っていくだけなんです。そんな難しくないじゃないかって話ですね。そしたら、まずは足だけから、足右左右、これをやってもらって、できるようになったらその左手のところにも足を踏みましょう。そしたら右手をハイハットにスイッと持っていって、これでここのリズムパターン出来上がりです。で、あと最初これクラッシュからスタートしなくちゃいけなくて、またこれもちょっと厄介だったりしますけども、クラッシュからスタートするときはまず手だけ捉えるといいかなと思います。手が右右左右、右右左右です。で、そこに足が右右左右でついて、このようになります。まずは右右左右に、右足2個を重ねる、こ
この4つですね、最初の4打を丁寧に身につけてあげれば、あとその後はドッツタツドッツタツに持っていけばいいので、最初の4打、クラッシュからの4打ですね、ここの流れ注意して取り組んでみてください。ではラスト10個目です。10個目のポイントいきたいなと思います。10個目、間奏の部分で使われるパターンです。でここなんですけど、1小節目はですね、ポイント6のあのパッとパッとパッとに似てます。で、そこから足を少し間引いて、さっきはパッとパッとパッとだったんですけど、今度はパッとパッとパン、キノコなめこキ、キノコなめこキっていう感じですね。パッとパッとパン、こうです。そしたら2小節目は2拍休んで、1、2からの3拍目ハイハット開いて3で、4拍目スネア、1、2、このような形です。で3拍目クラッシュ飛ばしたらバーンと丸々4つ伸ばしたら、次4小節目、スネアからパッパッパン、1小節目のタッとタッとタの手と同じタイミングです。キノコ、キノコなめこキ、キノコなめこキ、4小節通すと1、2、3、4、1、2、2、3、4、このような形です。1小節目ポイント6と似てるようで、足の数が少し違うということ。で2小節目は3拍目にハイハット、4拍目にスネア。で3小節目はクラッシュとバスドラムを1小節伸ばして、4小節目は、1小節目の手と同じタイミングでスネア、タム、フロアタムと言ってきます。キノキノコナメコキノっていうところですね、やっていきます。でここはリピートマークで2小節、この4小節を2小節ね繰り返さなくちゃいけないので、そこのところ忘れないように注意してみてください。はい、ということで本日の簡単な化け物と呼ばれていかがでしたでしょうか。難しい曲ですね。難しい曲ではありますけれど、また今回もですね、なめこ大先生にお世話になりまして、キノコなめこキノコなめこ食べたい合言葉にですね、サビの部分チャレンジしてもらえればなと思います。その他にも例えば、ポイントあれいくつだろう、9かな、9で解説したドッツッパッツッドッツッパッツのパターンであったりとか、あとポイントあれ何歩だろう、8かな、8あたりで解説したドッパッドドッパッのパターンであったりとか、他の曲でもたくさん出てくるパターンというのを紹介しております。これを機にですね、そのパターン身につけてもらって、他の曲演奏するときにぜひ役に立ててください。で次の簡単なシリーズなんですけれども、リサさんの再会という曲を予定しております。リサさんの曲は鬼滅の刃シリーズ、グレンゲと、あとホムラと今までやってきておりまして、3曲目になりますかね、再会という曲、それの簡単バージョンを次回お届けしたいなと思いますので、ぜひどうぞお楽しみに。ということで今日の動画はここまでになります。もしこの動画面白ければ、チャンネル登録、高評価、そして、コメントいただけると私喜びますので、ぜひどしどしコメントの方ください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。